夕張鉄道。夕張鉄道は、北海道夕張市に本社を置く企業。夕鉄バスの名称で、夕張市や江別市で、バス事業等を行う。かつては、鉄道路線、夕張鉄道線を有していたが、1974年に、親会社の北海道単行機線に路線を譲と、鉄道路線は、翌1975年に廃止した。 過去に鉄道路線を有していた経緯もあり、私鉄総連の加盟事業者である。夕張鉄道は、北海道炭鉱汽船、北端。以前の北海道対抗鉄道が、同社の事業用資材や石炭を輸送する目的で1924年、大正13年に設立された。1926年、大正15年に開業した夕張鉄道線では、 旅客サービスにも力を入れ、1952年、昭和27年に、起動車を導入。さらに翌年には、北海道発の液体式機起動車を導入した。1961年、昭和36年には、日本国有鉄道、国鉄の、準急夕張に対抗して、急行列車を運行した。車による、札幌駅までの直通運転を計画し、当時の国鉄に、 機動車の寄付を前提に札幌への乗り入れを受けするも国鉄に断られた逸話も残されている。また、西木沢駅に開設した西木沢遊園地は夕張随一の行楽地として賑わった。1962年昭和37年頃より石炭産業の衰退により沿線の炭鉱で合理化や閉山が進み貨物輸送が減り始めた。加えて、 バス路線の整備や、マイカーの普及、閉山による人口の減少に伴い旅客輸送も激減し、1971年、昭和46年11月には、鹿の谷夕張本町間の鉄道営業と鹿の谷栗山間の旅客営業を廃止した。残されたのっぽろ栗山間も1974年、昭和49年3月末をもって、旅客営業を休止し、 親会社の北海道炭鉱汽船に譲渡した。夕張鉄道線は1975年、昭和50年3月末、沿線で最後まで創業していた、北端平和炭鉱の閉山に伴い、全線が廃止された。バス路線は、鉄道の培養路線として1952年、昭和27年、夕張栗山間で、運行開始、その後上江別、五北海港期前、 札幌大通館を開業、鉄道とバスの複合輸送により、札幌乗り入れを実現した。1963年、昭和38年には、夕張市内各線や札幌急行線を運行する、夕張バス株式会社を、九州合併し、急行岩見沢線等を開業。以降、鉄道旅客のバスへの転換が進んだ。一時期は、夕張、江別市内で、 ハイヤータクシー事業にも進出し、シトセバス、シトセ互観光バスの前進や四国湖観光バス、新生札幌バスとも関係が深かった。乗り場、窓口を設置。有鉄旅行センター、夕張営業所を併設する。乗り場、窓口を設置。有鉄旅行センターへ別営業所を併設する。列車とバスを中継したかつての北海高期全駅が、前進。 路線バス車両は2017年、平成29年3月31日現在で25台、保有する。2012年、平成24年、夕張市の支援要請を受けて、東京都交通局、都営バスで運行していた1999年、平成11年製ノンステップバス1台を、夕張市が譲り受けし、有鉄バスが運行。2018年、 平成30年11月には、北海道旅客鉄道、JR 北海道赤勝線夕張支線の廃止、代替バス運行に向けた動きとして、夕張市が JR 北海道から受けた支援金を活用し、夕張市全額補助により、新車のノンステップバス3台を導入。都営バスから譲り受けした車両は、老朽廃車となった。路線は2019年、 平成31年4月1日現在、夕張市内の路線は、石炭歴史村、車光から、市中心部、本社ターミナル、清水沢を経由し、南部、麻也地、登川などへ運行していたが、2010年4月より、小中学校統合沖に小中学校が置かれる、清水田区を起点とした本町線、富野線、南部線、麻也地経由、上川線、 滝の上線に再編された。これに加えて市外へ向かう札幌急行線と札幌線、南部線直通が運行された。その後利用者減少等により南部線などの枝線系統を廃止し、デマンドタクシー等に転換している。2019年、平成31年4月1日の JR、北海道赤昌線夕張市線廃止によるバス代行開始に伴い本町線。 車高本社ターミナル清水拓、清市領町循環線を廃止し経路等を変更した夕張市内線となる。清水沢地区の交通拠点等複合施設は2019年度中の供用開始を予定している。新夕張駅前南進水拓、札幌急行線に接続、本社ターミナル夕張市石炭博物館の区間便あり。 夕張市石炭博物館発新夕張駅、全港総長便は、南支所前から南新水卓へ直行する新領庁非経郵便となる。全区間を結ぶ本数は、平日7往復、土曜休日7.5往復。JR 関省線夕張市線廃止報道による、バスの運行本数は10往復とするものがあるが、新夕張駅前、 新夕張から新札幌便本社ターミナル、夕張内線区間便夕張市、石炭博物館など多路線と、市内線区間便の乗り継ぎも含まれており、夕張鉄道でも乗り継ぎを含め10往復と告知している。学校登校日の未運行。かつては、栗山駅ユニ駅中央、長沼新札幌駅前の系統も存在したが、2017年、 平成29年10月1日改正で廃止。江別市では、夕張鉄道のほか JR、北海道バス、空知線と北海道中央バス、江別営業所も運行しており、経路等の重複や人口が増加しているものの、バス路線が空白の地区が見られていた。これを適正化すべく路線再編が順次進められ、夕張鉄道関連は2019年。 平成31年4月1日より、札幌線、明けぼの団地系統がバス路線空白地区を埋める、経路に変更された。都和の森山愛高校文京大入口から、新札幌駅間、都和の森山愛高校大間駅南口、文京大入口厚別東小学校、旧、のっぽろ森林公園入口、厚別東4条4丁目厚別中央2条6丁目から、 新札幌駅共通経路。明けぼの団地発と南ポロ港の土休日一部便は札幌大通、西三丁目発着、新札幌駅苑、東商業高校白石神社妻ま橋、札幌ファクトリー時計台前から札幌大通で運行。2017年、平成29年10月1日改正で夕張川の発着地を南部から変更。 本社ターミナル栗山駅の区間便を廃止。栗山高校栗山駅間は、登校日のみ運行。南ポロ発一部便は、万水より、南ポロ温泉入り口したのが通話へ、別南町入り口を短絡し五丁目通りへ至る。明けぼの団地発早朝便は、のっぽろバスターミナルとはの森山愛高校間で、東のっぽろ本町、のっぽろ若葉町を経由しない旧経路。 酪能学園大学、国道経由で運行。文京大地区は、新札幌駅前行は、文京大南町市発、文京通り西経由、新札幌駅前発は、文京台南町経由、文京通り西行で運行。北海道中央バスと、相互乗り入れ。1993年6月1日の改正にて、廃止。現在は、 北海道中央バスが単独運行している。北海道中央バス岩見沢営業所も参照。大遊張地区からの住民意見に伴い1998年に路線廃止、南部折り返しに短縮、その後新水沢、南部間も口術の通り廃止。同地区には微鉄バスも乗り入れていた。学校登校日のみ運行。 利用者減少等により2017年、平成29年4月1日改正で廃止。同年10月1日より、夕張市による同地区の居住者を対象としたタクシー乗車料金補助制度が設定されている。清水沢駅前市民健康広場間の括弧内は往復とも同方向に運行。南部線としては、清水沢駅前発のみ運行していたが2016年、 平成28年10月1日より運休。2017年、平成29年10月1日改正で、多系統直通も含め同区間のバスをすべて廃止。代替として、デマンド交通、乗り合いタクシーが設定される。2017年、平成29年10月1日改正で廃止。代替として、マヤチ地区には、デマンド交通、上記の、 南部線廃止区間と合わせて、上川地区には、タクシー乗車料金補助制度、上記の滝の上線廃止間と同様が設定される。北海道中央バスと共同で、おおむね12月上旬から3月下旬まで運行していた。2017年から2018年の当期より、運行を行わず廃止されている。下の月駅廃止による代替として1975年。 昭和50年開設。延伸する形で1987年、昭和62年に、のっぽろ若葉町循環区間を開設。若葉町循環区間は1996年、平成8年には、最大15便設定されたがそ、あとは徐々に減便。2016年、平成28年4月以降は、中の月のっぽろ駅南口若葉町、のっぽろ駅南口を土用。 休日に一便のみ運行。江別市による交通再編計画では対象外路線であったが、これによらず再産性や乗務員不足を理由に路線を廃止したい意向を表明した。2019年、平成31年、令和元年4月中旬から5月中旬までの運行日16日間で行った乗降調査では乗客なしの日が半数以上となった。 運行継続、札幌線既存系統を、江別線の代替として変更、他社による運行、いずれも困難であることから、同年6月26日の協議会で廃止が了承され、同年10月1日付で廃止、最終運行は9月29日取った。札幌急行線と夕張市内線の指定便を、本社ターミナルで乗り継ぐ場合、乗り継ぎ割引が適用される。 また、赤昌線夕張支線の代替系統は一部で、乗り継ぎが生じるが、投資運賃で利用できる。1982年、昭和57年3月21日より、札幌市交通局、札幌市営地下鉄との連絡運輸、乗り継ぎ割引を開始。札幌線各系統、札幌急行線を除くにて、札幌市内となる、厚別東小学校から適用。 新札幌駅、新札幌バスターミナルが乗り継ぎ指定停留所、駅となる。サップカなどの乗車カードは使用できない。有鉄バスのみで使用できる紙の回数乗車券が発売される。札幌市が発行する、経路優待乗車証は、紙の回数乗車券タイプが発行される。JR 関商線、夕張支線廃止による、鉄道、 バス運賃差額の激変緩和措置として、夕張市が JR 北海道から受けた支援金を活用した特殊割引回数券が当面の間発売される。貸し切りバス事業は通常は札幌運輸支局管内及び、苫小牧市、富良野市、幽仏郡、空地郡南富良野町での発着が認められているが、 貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した A 区域の弾力的な運用により北海道全域となっている。車両は22台保有する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。